目線で歩きながら歌う。急に横からメンバー出てくる。突然カメラを手で隠して、次のカットで場所移動している。倍速になってスローになってコマ撮りになってゆく。モノクロの映像、淡い映像、わざとざらついた映像。無意味に分身するよね。ミュージックビデオにおける女の子の演出講座。はい。泣かす、踊らす、音楽聞かす、窓にもたれさす、倒れさす。泣かす、踊らす、音楽聞かす、窓にもたれさす、倒れさす。二分割で男女を歩かせて最終的に出会わせる。仲いい人とかお世話になってる人を別撮りで歌わせる。アナログテレビ何台か並べて砂嵐流しとく。ラーメン屋の見習いっぽいやつに店の前で落ち込ませとく。クリエーションクリエーションクリエーション音楽とクリエーションクリエーション映像が毎回絡まり泣いてよ。とりあえずドンピシャのタイミングでパンハイカットが聞こえるような。クリナッキー制作意欲は作り手の願い。クリナッキー眼差しは受け取り手の思い。1億人に届けミュージックビデオ。意味深に果物持っとけ。そしてケーキを画面にぶつけとけ。気に入ってる歌詞を画面いっぱいに貼り付けて感受性揺さぶれ。ビンタされとけ、交差点だとけ。オフショットの笑顔が素敵。壊せ燃やせ。フェンス越しに吐かられ中はとりあえずとりあえず目的もなく浜辺を歩け。何らかのテーマを持ったなんだキャラクター。わーわーな、何のメッセージ性やこれ。なに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 、どういう気持ちで見てたらいいの。もったいもったいないもったいない。なになに、何のメッセージ性やねんこれ。外でギター弾いてるけど電源は弾いてない。何かを拾って振り返る。クリエーションクリエーションクリエーション音楽とクリエーションクリエーションクリエーション映像が毎回絡まり合いてよ。とりあえずドンピシャのタイミングでパンハイカットが聞こえるような。揺るぎなき制作意欲は作り手の願い。